糸城、雷山城、大府伊糸城及び関連史跡の一糸城、四伊糸城は筑前国糸郡の高祖山にあった日本の古代山城。城跡は国の史跡に指定されている。福岡県の西部、糸島市、福岡市の境をなす高祖山の西斜面に築城された古代山城である。奈良時代の天平商法8年から神国慶運2年に、 かけて築城された中国式山城で文献によれば、きびまきびの地裁キーマ盲人が築城を担当したことが知られる。これまで1936年以降に発掘調査が実施されている。城は高祖山の西斜面にタスキ状に構築され、北西尾根線上、南西尾根線上に暴ー跡が西山蘇に南北約 2km の土塁線が依存する。 また上域からの出土遺物として、多数の瓦片、土器片、仙片などが検出されている。他の古代山城が、飛鳥時代の展示天皇2年の白月の絵の、戦い頃の築城とされるのに対して、奈良時代の築城である点で特色を示すほか、文献上で、築城担当者、追記機関が明らかな点、他の古代山城のような挑戦式山城でなく、 大陸系の中国式山城である点でも重要視される遺跡になる。城石域は1938年に国の史跡に指定されている。キビマキビ都城の築城について、俗に本記では次のように記載されている。追記目的はつまびらかでないが、今日では、党の安禄山の乱に対する備えとする説、対白木政策の一環とする説の二説が特に知られる。 ただし、いずれの説としても、糸城が当時の実践に使用されることはなかった。また最初の築城担当者のキビ・真ッキについては、追記以前に、検討師として二度日当したことや標本に長けた人物であることが知られるが、糸城追記に際してはその知識が生かされたと推測され、実際に、城の様式は、大陸系の中国式山城とされる。なお、キビ・真ッキは、 当時の朝廷中枢の藤原麻丸の政敵であり、木備牧日の糸上追記は、木備牧日を太宰府に釘付けにする麻丸政権の政略でもあった。糸島地方は、義式は神殿の糸国に否定され、古くから栄えた地として知られる。律令時代においては、高祖三北方に、関道や、主戦士、南方に、日向峠越,越ルートが立地し、 糸城はそれらを視野に入れた追記プランとされる。また、糸島地方では他の古代山城として雷山中腹において雷山城の築城も知られる。この雷山城は文献に見えない古代山城であり、飛鳥時代頃の築城と推定されるが、糸城の時期にも放火として機能したとする説がある。なお、 俗に本期文武天皇3年12月城に見えるが、所在不明の古代山城である稲積城についても、糸島地方のかなり山、または火山に否定する説がある。糸城の築城後について、文献上ではつまびらかでない。終焉時期もつまびらかでないが、第5暴露後における発掘調査によれば、少なくとも旧世紀初頭頃までは、城として機能したと推定される。 高祖神社糸城のある高祖山に関連する古代の施設としては、山腹に鎮座する高祖神社が知られる。この神社は、日本三大実録元行元現状、原六の高磯姫神に否定される国士見在社であるが、このように古代山城と古代神社が重複する例は、他にも知られる。高祖山周辺では、その他にも、前述の四千字など古代に遡る。 衣装地が依存する。なお高祖山の南東方に位置する、金青木英遺跡では、糸城議大領戦頭そのこと、別六名の木管が出土しており、これらは、糸城の長官クラスへの伝達木管であったと推測される。中世紀には当地を治めた原田氏が、糸城を再利用して、高祖城を築城した。この高祖城の築城時期はつまびらかでないが、古くは、 文羅2年と推定される古文書に原田城の記載が見え、その後の変遷を経て、天正15年に、豊臣秀吉の九州征伐により、海上の地廃城している。近代以降については次の通り、城は高祖山の西斜面に一体に構築され、城域は広大で、城域面積は約280ヘクタールを測る。斜面にたすき城に構築される点で、 大陸系の中国式山城の様式とされ、八巻城の朝鮮式山城とは性格を意味する。木内が容易に見通される構造であることから、攻撃的性格が強い城とも評価される。土塁大門口付近、右上に、高素山。城壁としては、高素山西裾において、土塁の構築が認められており、土塁線は、南北、約 2km に及ぶ。 一部の土類における発掘調査では、強度を高めるために濃縮海水と石灰系材料が混ぜ込まれた可能性が指摘される。また、山陸の土類の場外側では、堀の存在も認められている。堀は幅約10から15メートルで、かつては水が流れたと推測される。堀に関する記述は、海星原き筑前国属風土器周囲にも見え、 江戸時代末期頃までは痕跡を残したとされる。なお、風音と寺付近における調査では、土類の城内側でも、堀と推測される一構が検出されたため、一部には内堀も存在したことが想定される。大鳥居口城壁に開く城門としては、次の2箇所において存在が認められている。大鳥居口城域南部、高祖神社への参道口に位置する。少なくとも、 計六個の礎石があったとされる。二個は1936年の調査で認められたほか、他の四個は金棒の石垣に積み込まれており、その四個のうち三個は1917年の記念碑混流に際して計量化された上で奇跡に転用されたという。調査された二個はいずれも中心に長方形の繰り込み孔を有し、 南北に穴を揃えて並び祖先間距離は12尺5分を測った。現在この大鳥居口では土塁上に前述の記念碑が建てられている。ソメイノ口上域北西部に位置する1936年の調査で祖先2個が認められているが、現在はいずれも所在不明。二個はいずれも中心に長方形の繰り込み孔を有し、うち個には他に、 方形項2個も認められる。また以上とは別に推定縄門として、次の2箇所においても、縄門の存在可能性が指摘される。大門口上域西部に位置する。海西原滝によって、縄門の存在が推定されるが、周辺は、後世の作兵を受けているためつまびらかでない。昭和30年代の剣道工事の際に、門石杖と考えられる石が発見されたといい。 この石は中心に方形孔がうがたれず、逆に周囲を削って中心が方形に浮き彫られる、得意な構造になる。小木湖工場域南部、大鳥口と大門口の間に位置する。海正原滝によって、城門の存在が推定されるが、現在は跡形がないためつまびらかでない。城壁には、木内の水を城壁外に排出するための水門が開かれたとされる。構造は、 猛水門と称される、浸透式のもので、塊石を土類の規定部に敷き詰めることで、水がその石の間を通って土類外に排出される。海星原田記では、水門として、港、大鳥居の南、大島、風音寺の4カ所が挙げられるが、現在はいずれも遺構がほとんど確認されない状況に、ある。また、小木古港にも存在が推定され、 水門の石組みと、その上に、半築土類が依存することが認められる。一の坂祖石群第五暴楼跡上域では、現在では、計7棟の暴楼跡が依存する。移行の詳細は次の通り。一の坂祖石群上域南東部に位置する。1936年に発掘調査が実施され、祖石15個が検出されている。建物は桁行き3軒、張間2軒であるが、 別に、中央列の中心に、礎石1個が、その両側にも小さい礎石2個が認められる。礎石の中心間距離は10尺。また、基段と見られる石垣が認められる。出土遺物としては、河原辺、土器辺がある。中世の馳皿も検出されていることから、中世の高祖状の一角として、再利用されたと推測される。第一防老城域北東角に位置する。 1936年に祖先9個が確認されている。建物は桁行き3件、張間2県であるが、別に中央列の中心に祖先1個が認められる。祖先の中心間距離は8尺。出土遺物としては平河原辺がある。第二防浪城域北辺に位置する。1936年に祖先10個が確認されている。建物は桁行き3県。 はりま2県。祖先の中心間距離は8尺。第3暴露上域北辺に位置する。1936年に祖先7個が確認されている。建物は桁行き3県。はりま2県。祖先の中心間距離は8尺。出土遺物としては平河原辺がある。第4暴露上域北辺に位置する。改正原田記では、古城として記載される。 祖先は認められないが、奈良時代、平安時代の柱穴群が認められる。また中世紀の溝が検出されているほか、周辺では、中世紀の核、堀も認められており、中世に高素城の市場として再利用されたと推測される。出土遺物としては、河原編、土器編がある。第五暴露城域北西角に位置する。1936年に、 祖先9個が確認されている。建物は桁行き3件、張り間2件であるが、別に、中央列の中心に、祖先1個が認められる。祖先の中心間距離は10尺。また、祖先の一部には、方形項が認められるほか、一帯では、地山成形による起弾も認められる。出土遺物としては、河原編、土器編がある。県証祖先群上域南西編に位置する。 1936年に発見され、1980年の再調査で礎石ご個が検出されている。建物は桁行き3軒、張り間2軒。一帯では、地山成形による気団も認められる。出土遺物としては、河原編、土器編がある。以上のほか、海西原滝では、伊勢城湖周辺で、矢倉らが存在したとする。また、年の調査で、 高祖神社方祖籍群、一町月見祖籍群が認められていたが、現在までに失われている。また高祖山の山頂付近においても、奈良時代の末期編や河原編が検出されていることから、この付近での祖籍群の存在可能性が高いとされる。上域内からの出土品としては、大量の河原がある。その大半は平河原である一方、丸河原、 のき丸瓦の湿度は認められていない。平瓦の関係品は、長径約41センチメートル、短径約31センチメートル、厚さ約5センチメートルを測る厚瓦で、重さは約10キログラムに及ぶ。瓦を焼いた瓦釜の所在地は明らかでない。候補地として、南東方の末永地区で、鬼瓦の湿度が認められているほか、福岡市、 元岡地区の河原釜跡で同じ河原の湿度が認められている。糸城の規模は大きく、追記時期も12年に及ぶことから、この2箇所の他にも複数の河原釜が存在したと推測される。糸城の追記目的について、文献上では明確でないが、今日では、当の安禄山の乱に対する備えとする説、対白木政策の一環とする説の2説が有力視される。 それぞれの詳細は次の通り、安禄山の乱に対する備えとする説では、755年11月に乱が勃発した後、その余波で安禄山が日本に兵を向ける可能性に備えた築城と推測される。特に、この乱の発生が天平法治2年12月に、使い牧会士の小野田守によって報告された際、太宰府に対して、 来航に備えるよう厳明された点が注目される。しかし、小野田守の報告は、糸城築城開始の2年後である、天、乱の勃発から築城開始までに、検討士の帰国及び、勃会白井町は見られない点で、否定的な意見も強い。対白木政策の一環とする説では、当時は、日本、白木の関係が悪化しており、それを踏まえた築城と推測される。特に、 天平商法5年に、党の長賀で、日本支社と白木支社が、赤字争いを起こしているが、この時に、きびまきびが、検討福祉であった点が注目される。また、築城開始後の天平法治3年からは、藤原仲間の政権下で、白木政党計画が準備されており、この計画との関連性を指摘する説もある。この白木政党計画自体は、 天平法治6年を目標に準備が進められていたが、実行されることはなかった。ただし、このような大白ら政策の一環とする説についても、裏付け資料が見つかっていないため、必ずしもつまびらかでない。なお、きびまきび、最近今盲人が、いずれも、非善神を経験している点、伊藤城後には、非善方向の意識も見られる点から、 朝廷への帰属意識の低い非全地方の威圧も、伊藤城追記の軍事的目的のうちに入っていたとする、説もある。所在地交通アクセス関連施設、周辺駐車区限点出店。ありがとうございます。